かしこれはどちらが最後は行ききれるかという勝負でした。 4-0。 さあ今度はフェデリコが大丈夫か、大丈夫か、フェデリコが高橋一方というところ、さあピモテが フェデリコが今抜けていきます。これで勝負ありという非常に過酷な